有田哲平のプロレス話、お前有田だろー。お願いします。よろしくお願いします。それでは早速ですがテーマに行きたいと思います。はい、本日のテーマでございます。動画のコメント欄に答えましょう。はい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 、はい、以前やっぱりたくさんコメント欄に皆さんコメントくれてますよ、うん、めっちゃ来てるよね。はい、うん、っていうのを一応目を通させてもらってて、やっぱりこれも紹介しようじゃないかと、はいはい、感想であったり質問であったりとか結構ありますんで。第1回目のやつに、あ、もう第1回目から半年前から振り返るわけね。はい、バジーアップルさんですかね。はい、オープニングもかっこいいし、セットもしっかりしてるし、編集もうまい、お金がかかってるのが分かります。やっぱり一流はレベルが高いっていう。金かかってますか。いやいや、ちょっと待って。ありがたいコメント。そう見えてたら嬉しいけどね。そうですね。ああ、これは、まあ、マスクも、まあ、最近ね送っていただいてしまう。もうそもそも有田さんので1回目のやつとかを見ていただくと分かりますけど、本当前川君がプロレスショップで叩き売りしてきたみたいな、叩き返してきたみたいな。謎の猫のマスクありましたからね。ああ、500円とかさ、300円とかで買ってるようなマスク並べてましたよ。はい、しかもこんなもん100均とかね。そうだろう。はい、で、まあ、最初の方に言いましたけど、以前福田マスクを作る気配もなくて。いや、これは言っていいと思うよ。もう、ね、こんだけ迷惑かけられてるんだから。最初にね言ったじゃないですか。ああ、有田マスク、有田福田マスクも作ったな、ね、みたいな。ああ、いいですねみたいなことになったんですけど、以前まだ制作か。いや、これは作ってもらおう、あのあれに、あの前川君。そうですよね。ああ、家族旅行で休んでんやから。そう、そのお詫びで。それぐらいはね、これ伝えといて、これ次回いよいよポンって。ああ、いいですね。でも見えてんだったらいいですね。いや、もちろんこれがもっとね、こう収益みたいなのがガンガン上がってきたらさ、こういうのとお金かけていくんでしょうけど。はい、うん、ただあの結構コメント欄他でも見ますけど、あの有田さんのオープニングの歌かっこいいと。お、あれなんて言ってるんですか。俺も知らない。歌詞がちょっともっと知りたいみたいな。何の曲、誰の曲ですか。え、前川君の知り合い。だからこういう時に聞く人がいないじゃん。そう、あれなんかプロレスの言葉とかいっぱい入ってるもんね。しょっぱい試合ですいません。あれもだから平田が言った言葉だから。平田純次が名言やったりとか入ってるわけですよ。はい、ちゃんと、はい、よっちゃんさん、はい、プロレスを知らない人にもプロレスの良さが伝わる番組が始まって本当に良かったです。個人的にはぜひテレビのスポーツコーナーでプロレスが放送されることを願っています。難しいことなんでしょうか。そうね、まあそれだから、まあ、前どっか一回でも話したのかな。だからそのプロレスがテレビ局にも、はい、あのいわゆるゴールデンタイムに戻るとか、はい、例えばその、はい、そういうプロレスが例えばそれこそゴーイングで必ずプロレスニュースをやるとか、はいはい、っていうことをやったらやったって一見思うけど、はい、でもやっぱりさ、プロレスの、あ、テレビの業界ってシビアでしょね。はい、だから勝手にさ、やっぱりこれあそこ評判が悪いよとか、例えば視聴率が良くないよとかいうことによってやっぱりこうすぐ終わってしまうっていう、こんな残念なこともないわけよね。確かに、うん、確かに。ああ、結局やっぱあんま人気ないんや、ね、とかいう悪い。だって今のドラマとかでもそうですもんね。あのドラマが面白いより、うん、あのドラマ数字が取れてなくて爆死みたいな、まあ、そういうニュースも多いですしね。それはもうプロレスファンの芸能界の人たちとか、うん、あのまあ、スタッフにもめちゃくちゃいますから、はい、でもちろんあのそんな広告代理店の中にもプロレスファンはいるでしょうから、はい、その人たちが一気にこう集まってやろうっつったら、テレビをゴールデンタイムでボーンと、はい、プロレスの番組がちょっと始まることぐらいは可能かもしれない。でもそれをやることが本当に先決なのかというね。うん、それやって全然誰も見ねえじゃん。だって今老人なんて誰もプロレス興味ねえじゃんとかになって、で若者はテレビ見ねえわとかになって、あれ何だったんだよって言われるとね、まあ結局マイナスですよね。うん、そうなってくるとトータルで。だからやっぱ今は各団体がほんと力をつけて、今もうほんとちょっとずつ力ほんとつけてるので、うん、ちょっとこう盛り上がって、本当にテレビ局の方からとか、うん、あのいろんなそのメディアから向こうの方からちょっとそろそろどうって、はい、俺もうそうなってからだと思うんですよね。でもね、そうなりつつあると思いますよ。はい、まあ、確かにそうですよね。プロレスの好きな女子も増えてるしみたいな、うん、はい、そういうちょっとブーメントが来てるんでしょうね。そう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 、なんか本当にびっくりする。あ、ここにこの人出てんだみたいなことがちょこちょこ出てきてるからね。もちろんバラエティの中だったりとかから始まりますけども、
だからプロレス総選挙ってね番組もやりましたし、やってましたね。だからああやってちょっとずつこう話題になっていけばね、いつかやっちゃいますかゴールデンみたいなこともあるかもしれないし、地上波復帰があるかもしれないし、そうですよね。年一例えば東京ドームの回だけゴールデンでやるとか、うん、そんなのはありそうですもんね。ね。さあ他にも来ておりまして、この方は、Y さん、 IY さんかな、清宮と岡田のストーリーは今後楽しみです、どうなるのでしょうかっていう、まあ、一番最初のノアとの交流戦、新日の岡田はもうご存知、一度 IWGP 世界を落としましたが、まあ、G1 で優勝して、はい、やっぱりこう新日本プロレスの軸となっていくという宣言をされてますけども、はい、でも清宮は清宮ノアの方でやっぱ、はい、あれ以来なんかこうなんか開き直ったかのように、やっぱこう注目してるともうなんかコスチューム変えたりとか、で、まあ、この間武藤さんともやってましたし、はいはい、引退ちょ前のね、はいはいはい、やっぱこう技をこう伝承するというか、武藤さんの技を清宮さんが引き継ぐみたいな、その話もちょっとありますし、だからまあすぐってわけじゃないでしょうけどね、はいはい、なんか後々夢のカードになって帰ってくるような感じはしますけど、もっと大きな、もっと注目していつか見たいなっていうカードになって帰ってくる、うんうん、ってからそこが面白いのよ、長いドラマになるから。今パッと一緒に終わったけど、気づいたら3年後とかに、うん、あそこからだよねっていうのが、これ長く見てるとこれがあるから面白いんだよ。なるほどね、はい、そして第2回ですかね、第2回でございます、うん、まあ、有田さんがこの、まあ、プロレス生で見に行く時入れへんかったから、ちょっと関係者の人に、あ、1.8 の話、はい、行かせていただいたっていうので、うんうん、まあ、有田さんはこれだけプロレス界の、プロレス界に貢献しているんだから、基本どの会場でも顔パスでいいと思うっていうすごく肯定的な、顔パス最高だねいや顔パスすごいね。基本的には前の日に電話して、ごめんなさい明日行きたいんですけどいいですかね、いいですか席、あ、じゃあ関係者席お願いしますとかいうのはやりたくないから、うん、いきなり行って、はい、顔パスでいきなり今日コラボホールでやってるんだ、じゃあ行こうかってパーッと行って、これどうもお願いしますとか言ったら、あ、どうぞどうぞっていう、これ最高よこうなったらいいのにという意見もあります。いや俺ね、実を言うとね、はい、過去ほら全日本プロレスが三沢あの四天王時代、はい、プラチナチケットだったのよ全日本大会って、はい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 、で全日本大会でもう全然取れなくて、でそれだけど全日本の人とっていうか、なんか番組でちょっとお世話になったことがあって、はい、である時仕事が早く今日行こうと武道館行こうと思ったけど、なんか関係者ってなんかいたっけなと思って全然いないのよ、あーって、あーってこれはもうどうしようもないなと思って、確かその時もザキヤマだったと思うけど、はい、ザキヤマ引き連れて、はい、まあ、受付に行って、はい、どうもっつって、関係者席、はい、お名前何でしょうかって言って、はい、あ、カイジャリ水魚の、多分カイジャリ水魚と、カイジャリ水魚の有田と申します、はい、お笑い芸人やってます、テレビ出て、はい、やってますって言って、はい、名前ないみたいですねと、あ、ないですか、じゃあ、ダメなのかなって、ちょっと粘って、はい、あ、ちょっとはい、僕、以前、誰々さんとお仕事させてもらって、はい、見に行くっていう話をしたんで、あー、そうか、あ、じゃあ、言ってなかったのかな、そっかそっかって言ったら、あ、ダメですねって言って終わりました。恥ずかしい恥ずかしいめっちゃかっこ悪いやん、本当にダメだった。もういたずら心で言ってみたけど、名前使ってみたらなんとかなること、いたずら心で言ってみたけどダメだった。簡単にすいませんすいませんって言われて、そりゃそうよね、まあ、当たり前じゃんそんなもん、そりゃそうですよ、確かに当たり前じゃん、もうそ何回も名前言ったよ、なんとかの番組でお世話になりましたとか全部言ったけど、あー、じゃあ急遽作りましょうかっていうことにはならなかった、やっぱりそりゃそうですよね、うん、そりゃそう、そりゃそうですよね、うん、でもまあもうこれがもしこうなったら顔パスになったら、もうそのドキドキするとかいう、そのまたそれもないんでしょ、ないですね、突然行って、おいっす、はい、ちょっとその鼻につきですよ入り方が入り方がちょっと鼻につく、評判が悪くなります、とにかく一方ではプロレスはやっぱこう金払って、うん、見るというこのあれ醍醐味なのよね、その自分が仮にじゃあこれは見るべきだと思って3枚のチケットを買ったと、いやこれはもう後ろの方でいいや3000のチケットでいいやって買ったと、その要は値段に対しての内容のに対してブツブツ言うのが面白いわけだから、はい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 、ただやとそれないですもんね、ただだったらもうただなのに文句言うから、みんな最近招待されてるのに面白かったとか言うから、はいはい、いや
金払ってるわけだからっていう、そこのやっぱりこう皆さんのお客さんの感じ、はいはいはい、金の払った分盛り上がりたいっていう人もいるし、うんうんうん、金払ってるからムカつくっていう人もいるしさ、うんうんうん、それも含めてなんだよね。だからね、うん、だからどうしてもの時ですよ、もう超満員で入れません、はいはい、もうソールドアウトです、札止めですっていう時に、はいはい、特別にちょっと、うん、お願いします、関係者の皆さんお願いします、ちょっと入れてください、あのスタッフのあのカメラのケーブルのところでいいんで、こうやって見るんで、カメラ師さんや、カメラ師さんってそれでもまあちょっとそれはね、ちょっとできれば誰に言ったらいいかわからないですけどこれやっぱりこれでちょっとでもこれそれで結局 YouTube で発信してプロレスファンに届けたいわけですから、そうですね、いやそうなったら嬉しいですけど、どうしてもの時ね。続きましては第3回はロケマッチの話、WWE のね、はい、コロナ禍でレッスルマニアだっていう話になりまして、でいろんな山田さん、広明さんかな、うん、レッスルマニア36の完全ロケマッチは WWE だからこそできたものだと思います、うん、個人的には今のプロレスのクオリティでハッスルでやったら面白いんじゃないかなと思います、っていう。ハッスルね、いやもうどこかのね大企業がポーンとお金を出してくれて、またねハッスル、本当にハッスルはさ、あの時はやっぱりその割と昭和のレスラーとかが中心となって、はい、昭和平成のレスラーだから今のこの、うん、あいろんないるわけですよ、各団体に、はい、生きのいいレスラーが、それをさちょっと集結して別キャラで、あ、はいはいはいね、あのハッスルみたいに、はいはいはい、違うものとして、うん、はい、新日ちょってきてますとか、はいはいはい、ノア全日ちょってきますじゃなくて、うん、でそれで別キャラみたいな感じで集まって、女子もスタートもしょってますじゃなくて、はいはいはい、でもうみんなバッと集めて、うん、イベントをねハッスルワンツーみたいにさ、はい、お祭り的な、うん、いや面白いけどね、フェス的にやったら確かにちょっと、うん、であの頃のハッスルとまた多分アプローチもちょっと違うんで、違うと思うしね、アイディアも全然また違うの出てくるやろし、うん、でもほらあの時だったらハッスルポーズを絶対やらない、ふざけんなって言ってたのが長州力さんだよ、はいはいはい、でも長州力さんが今一番面白いキャラになってるからね、女性背負ってスクワットしてますから、ね、だから時代って変わってるじゃないですか、うんうんうん、だからもしかしたらその団体があって長州さんがさ、高田総統、長州総統みたいにさ、ね、ビターンみたいなことやるかもしれないし、うん、今ハッスルやったらめっちゃ面白いんじゃないですか、確かに、だってもうなんせいい選手がもう今、うん、めちゃくちゃいますから各団体に、うんうん、でそう何よりも女子がもうすごくこうシェアを広めてきてる、だからあの時だったら全部の試合の中にやっぱり1試合とか2試合、その中に首里とかいたんですけどね、ハッスルの中に首里とかいましたけど、それがもう半分ぐらい女子でいけるわけですよ今、うん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 、で半分男子で、しかも男子もいろんなとこから借りて、もうだから あくまでもイベントとしてね、はいはい、あいいですね、面白いけどね、だからそれはもうどっかがねバーッ大金出せば、それはけどほんまにちょっと夢ありますね、それはイベントとしてもなんか成立しそうな気もしますけどね、うん、もう一回メガネスーパーさん出してくれませんかね、なんとか、うん、あとたけしプロレス軍団 TPG、はい、岩田美希さん女性の方ですね、はい、最後お客さんにありがとうと言った猪木を笑ってるけど、猪木は猪木でちゃんと考えていて、藤波とかが猪木に帰らないお客に謝りに行ってくれて頼んだ時に、俺が出した結果が気にならない、出た結果が客の求めているものと違うからっていちいち頭を下げてられるか、うん、ここで頭下げたらこいつら二度と見に来なくなる、うん、そんなに頭下げてほしいならお前らが自分で行ってこいと言った、うんうんうん、猪木さんが、うん、と当時の付き人をしてた鈴木みのるさんが語っていた、ああそんな、ああこれはこういう話も聞いたことありますよ、ああそうなんですね、はい、やっぱりそういう時代だったんですよね、もういやその頃が良かったといえばそうだし、うん、今がダメっていうわけじゃないんですけど、やっぱりあの頃は猪木さんが提供するものを納得して帰ってほしいという時代だから、うんうん、はい、それをなんか納得できないから帰らないぞなんて言ったって、もう猪木さんからすれば知ったこっちゃないわけです、うん、もうそもそもね、客のニーズに応えるなんて気持ちはさらさらないわけですもんね、俺の一歩先行ってる俺の考えを見てみよう、はい、それ絶対面白いからと、でもそれが本当にほとんどやっぱそれでもやっとして帰ってる日なんてめっちゃあったと思うのよ、はい、だけど猪木さんだしと思って、猪木さんの神通力は変わらなかった、はい、でもどうしてもの時あるわけ、その海賊男の時とその TPG の時、はいはい、だからもうこれはお客さん火つけたりしたんだろうね、暴動起こしたんだと思う、それもまた今にして思うと、それこそこれも、足立徹さんですね、この TPG の時ですけど、これ昭和だからできたことで
コンプラのうるさい令和からしたらこんなこと考えられないよねっていう、うん、あんな暴動を起こすみたいな、はい、火つけるとかもありえないですよ、うん、客がそんな暴動を起こすっていう、うん、だからもうそういう時代ですからね、うん、まあお客さんもプロレスも熱かったっていうのプロレスラーが熱かったっていうのは今でも熱いですけど、お客さんがとにかく熱かったから、うん、そうですよね、熱量がね結局半端じゃなかったですもんね、うん、これトトトトさんですね、うん、団体の垣根関係なく有田さんプロデュースの大会が行われるのが見たいです。プロレス関係者、プロレスファン、もちろんプロレスラーの誰もが賛同できる説得力を持っている方だと思いますという、まあ、さっきのハッスルじゃないですけどそれはちょっとおこがましいですけどね、今の僕からすればね。まあでもそうなってくるとメインは前川福田になるので、ね、これはメインは前川福田のそうね、うん、ではそのいわゆるあの本当に見たい名勝負を僕がマッチメイクする、はい、極端だしね、まあ、なんか岡田対宮原とかさ、宮原とかなんかジェイクリー対ナイトとかなんかこうやって組んでいくとするじゃないですか、はいはい、そういうノアの剣王対、はいはいはい、夢のカードですね、うん、ほんまにそういうのやそういうふうなことをやってマジですごいっていう大会だったら、うん、まあそれはそれでいいですけど、そうじゃなく、うん、そのほんちょっとこう面白も入った、はあはあはあ、その別キャラにするとか、はいはいはい、そのそういうのをやるっていいんだったら、はい、福田対前川をメインイベントにして、それはあくまでも代理戦争としてね。あ、なるほどなるほど、うん、だから福田チームの福田が集めてきたレスラーとレスラーと前川が集めてきたレスラーで戦うという。負けたら死ぬほどムカつくな負けたらマジで腹立つ。だから負けたらどっちかがなんか土下座とかなんか靴下口に入れるとか。絶対言え家族旅行で楽しんだやつの靴下口に入れる絶対絶対嫌よ。そういうちょっとエンタメ系のプロレスだったらそういうことにするかもしれないですけどね。なるほどね。サボテン覇王いつきさんですかね、はい、自分はライガーの引退試合で信じられないぐらい泣きました。最後のライガーさんの対戦相手は現世代のトップのヒロム・リュウ・リーのタッグ相手に、かつてのライバル佐野とのタッグでドームで戦うシーンを見て思わず声を出して泣きました。あと他ね、YS1974081 さんも、うん、鈴木みのるがライガーの試合の後に見せた、正座かな、はい、正座で涙しました、はいはい、うん、あと潤さんは、飯塚引退をマジで号泣しました。笑って泣ける最高の方法。ああそうか、はい、あ、まあ、キャラクターがねキャラクターだったからね。最後の方飯塚さんねすごかったですもんね、うん、あとは、伊藤俊さんですかね。山崎和夫選手の引退試合で対戦相手が永田選手で感動しましたが、花束の数が半端じゃなかったのが印象的でした。あ、人格者だからね、やっぱ山ちゃんってみんな言われて、だからみんなから花を送ってもらったんだね。そうでもやっぱそのちょっとだからね、そこら辺が別にあの口出すわけじゃないですけど、はい、やっぱ山ちゃんの印象があるじゃないですか、はい、やっぱ僕はその新日本プロレスに戻ってきてからの山崎さんというよりはやっぱそれ以前の、はいはいはい、だから最後に誰と戦うんだろうっていう時にやっぱ永田選手なんだっていうふうには思いましたけどね。ああ、はい、有田さんやったら誰とやってほしかった。いやそれはやっぱ一番は高田さんですよ、うん、やっぱりずーっと一緒にいるんですから、うん、ずーっととかね、例えばまあエキシビジョンでもいいから多分佐山さんとかタイガーでもいいし、まあそうですね、とかね、とかまあ自分のその後輩あのそういうふら、はい、UK の後輩でもいいし、だからそれが果たしていいのか、うん、だから、長州さんとの引退時代は、ね、藤波さんでいいじゃねえか、うん、っていうのでも あるでしょ、藤波さんの引退時代、はいはい、長州さんでいいじゃんって言うけど、はい、まさか天竜さんが岡田さんみたいなこともあるわけ、うん、あれはあれで、ね、話されましたけど、うん、やっぱ感動がありましたもんね、現役のバリバリの、うん、でやっぱほらライガーさんも自分の後ジュニアを背負っていくヒロム、やっぱ最後やろうっていう、うん、あれもあるわけよ、うん、俺のか後はお前がもう生きやる、うん、そういう息もあるしね、うん、だから山崎さん対永田さんはもしかしたらそういうのがあるのかもしれない、あ物語が、うん、いやそれこそ前そのライガーさんと鈴木みのるさんのやつの話になった時に、うんうん、ああまあまあそうか、いろいろ因縁があったやなっていうので、僕その鈴木みのるさんとライガーさんがパンクラスで試合してるし、うん、もう見たことなかったんですよ、はいはいはい、でいろいろあそうなんやそんなのがあんやと思って見たら、うん、ライガーが1分ぐらいで負けてるんですよね、そうよチョークで、うん、でえーってなって、うん、こん
ことあるのみたいな、うん、一応団体背負って来てるわけじゃないですか、うん、新日本を。で、あ、こんな屈辱があったんや、うん、パンクラス鈴木ミロに対して、うん、で自分も先輩やし、うん、新日時代の。で、あ、これがあってのこの物語なんやって思ったら、やっぱちょっとジーンとくるもんありましたね。まあまあ、その時も話したかもしれないけど、要はとにかくあれは鈴木みのる対佐々木健介っていう前提があったんで、はい、それが昔若手の頃に道場でずっとやってたっていう、それを実現させようよってやってやろうが、健介が急にキャンセル、うん、でどうするこの穴って言ってライガーが急遽受けてるわけよ。やってくれたんですね、うん、急遽ライガーが、うん、だから鈴木みのるさんからすればその男気にすごいと思ったし、うん、でそれでライガーで鈴木やったでしょ。もちろんそれはパンクラスなので、まあ、鈴木があっさり勝ったと思う、うん、そこでやっぱその男気から鈴木みのるさんは徐々にこうプロレスの方に戻っていってるわけですから、もうあんだけ急進的にパンクラス側だったのが、うん、はい、そのライガーさんのその気持ちとかからプロレスやっぱいいなってなってて、今じゃもうがっつりプロレスに戻って、はい、でライガーさんが引退をするという際に、はい、あんなほら自分から喧嘩打ってね、はい、あ、引退ですか、じゃあ、記念にぜひとかじゃなくて、ざるな、ぬらーとか言って、で怒りのライガー引き出して、はい、最後に一礼っていう。いやー、人徳、今、鳥肌立ってますもん。だからその長いドラマ、これがあるからもうやめらんないのよ。全部あって、その最後のその礼に、はい、全部が込められてますもんね。うん、まあ、ライガーさんの会、まあ、昔ライガーさんの話をしたのかもしれないけど、ライガーさんは本当にそういう、まあ、これもちょっとどっかね、ちゃんとたたえて話すべきなんだけど、ライガーさんはもう俺が俺がじゃないんだよ、本当に。それが素晴らしいの、うん、もうみんなのために何かやってくれるのよ、うん、これがね、本当もう心に染みんの。人格者ですよね、うん、ライガーさんって。だからこそ、そのあんなトゲトゲしかった鈴木みのるさんが、うん、今もうプロレスを代表するもミスタープロレスみたいになってるじゃないですか、うんうんうん、で、なんだったら今一番長い選手なのかもしれないよ、もうもはや。そうか、あの頃の新日本プロレスを知ってる、みんなこう辞めていっちゃってるから、はあはあはあ、インターンして確かに確かにがあんなバカもうバリバリにまだやられてるの。一戦ですもんね、一戦で一戦級でやってるって言ってさ、なんかもうその気持ちもこう察するよね、うんうん、なんでそうなったんですかっていう時にやっぱ、うん、そらライガーだろうっていう。確かにそうですね、あっちのその MMA とかそこの方はまあ船木さんと一緒に行ってみたいな、うん、でもプロレスに引き戻してくれたらやっぱライガーさんがきっかけあったみたいな。船木さんもなんだったらね、あ、そう戻ってきてもね、今もうがっつりプロレスだから、もうやっぱなんかあるのよ魔力が、プロレスには。プロレスって、うん、チャンネル登録高評価お願いします。お前、相手だろ。